皆さんどうも、ケイです。今回は見て買ってきた、うわ、フラッグシップ、フラッグシップのスティーズ SVTW がとうとうモデルチェンジしたということで買ってきました。これで24スティーズ SVTW100 のXHL、 今回左ですね、大きな番手の左ということでね、それも楽しみにしてます。じゃあ早速ね、見た目数軽く見ていきましょう。まあ、もちろんね、別途で動画撮ります。はい、フラッグシップなんでね、これも楽しみで仕方がないということで、見た目見てもらおう、ちょっとみんなに。これ何、これ、これ何だ、もしかしたらオーナーズのやつ、あ、こんなも入ってんのかな。ちょっとまあこれは本編で見ましょう。軽く見た目見てもらおう。これね、今回めちゃくちゃ僕これ期待してるんですよ。何があって、店頭でさ、あのやっぱりちょっと回させてもらうじゃないですかね。その時にむちゃくちゃ良かったの、これ。いや、僕いつも言ってるんですよ、店、あ、見る、ごめんごめん、IMZ みたいな見た目になってるんですよね、これ。ほら、見えるかな。はあ、いいですよ。だから店頭でこう、今もそうだけども、回した時に軽いのとかっちり感がすごいのよ。はあ、これはね、ちょっと楽しみに使っていきたいなと思っております、今回。うわ、スティーズついに来た。フラッグシップなんで、ね、もうとにかく僕はフラッグシップが好きなおじさんなんで、これも嬉しい限りですよね。はい、おじさんっていうか、まあお兄さんですね、僕は。うん、さあそんなことはどうでもいいけど、まあ今回ね、また一緒にお買い物してきてるんですよ。合計ね、8万いくらだったかな、81,724円っていう。消費税がめちゃ高いのよね。うん、スティーズのお値段はちなみに61,760円です。で、これ税抜きなんで67,000円ぐらいなんですね。7万円、まあちょっとしないぐらいとか、そういうぐらいの値段帯になってますね。まあでも、まあ、ちょっと今までのスティーズから比べるとどうだろうな、3,000円、4,000円近く、まあ値上がりしたかなぐらいで、まあ、めっちゃもう1万円以上上がっちゃったとかじゃないんで、まあまだマシかなって感じです。はい、そしてお買い物の方ですね、今回は、まあ、ソルトとバス両方あるんですけど、まあ、メインはバスになりますかね。うん、まあ、僕のチャンネルずっと見ていただいている方はね、言ってるんで知ってると思うんですけども、僕ね、寒い時期のバス釣りが好きなんですね、やっぱり。で、海の魚は寒くなると、もちろんね、岸から釣れるやつもいるんですけども、シュアから結構離れて深場に落ちるみたいな、特に僕がターゲットにしてるような魚とかは、ヒラスズキとかも特にそうなんだよね。もちろん磯に残るやつとかもいるんだけども、やっぱ釣りにくくなってくる、物理的にいなくなるっていう状態でも、バスはそこにいて、でしかも小バスが体力がもう動けなくなって、食わなくなってくる、でかいのが食ってくるということで、サイズが選べない他のシーズンの琵琶湖よりも、僕はね、寒い時期の琵琶湖が好きなんですよ。あ、なので今回ちょっとバス多めということで、でちょっとこれまあ告知になるけど、メンバーシップでですね、この冬琵琶湖を最高に楽しもうということで、その琵琶湖の楽しみ方みたいなものをメンバーシップで動画で上げております。はい、なんと時間56分です。僕がやってることだったり、まあ、エリアだったり時間だったり、なんかもろもろいろいろ、とにかくタックルだったりとか、それの解説動画56分のやつを上げてますんで、僕の活動をね、応援してあげようという方はね、ぜひそちらもね、ご覧いただければなと思います。ほんでちょっと買ってきたものですね、ちょっと見ていきましょうか。これ見たらね、もう分かっちゃう人いると思う、うん、あ、ちょっとそれ、その前にごめん順番ちょっといろいろ変わっていくけど、先に LINE 見てもらおうか。20ポンドですね。これ僕いつも LINE をある程度ストックしてまして、そのストックが1個減ったら1個買う、1個減ったら1個買うみたいな、2個減ったら2個買うみたいな、そんな感じでやってました。まあ、これ1個減ったんで、買ってきました。20ポンドね。で、これダブルで紹介しましょうか。ビッグバスに照準を絞ったミドスト専用ジグヘッド、ホリゾンヘッドの 3.5g の10フック。多分これ以上ちっちゃいフックはないと思うんですよね、この LG のプラス G っていうのは。でガードがついてて、でこれは本当にボトストですね。ボトストであったり深いところのミドストで使う用のやつなんですけど、おかっぱりからだと多分
ボドストになってくるかな、それかもう岩に擦れつけていくような、まあ、そういう感じの使い方になるかなと思います。 35g なんで、あ、あともう一個、もう一個あるわ、こちら、はい、これライトの方ですね。ちょっと軽くてフックもちっちゃいよっていうタイプ。これであまりにもスタックするようであればこっち使って、ちょっとそのスタックを軽くしようと、そういう感じのコンタンです。で、そこにこれノット固定プロテクトっていう、これアイガードっていうやつですね。それの S タイプ、使ってるんですけども、ここにですね結び目を上から出して、そこにこのアイにこのアイガードをかぶせることにより、ラインが常にこう上を向いてるような状態になるんですよ。そこで逆股とかがこうロールしやすくなるっていう、いい感じでね、あの動いてくれるっていうアイテムですね。これはね、一時期品薄になるぐらいの人気商品だったんですけど、今は普通に買えるようになって、買ってきました。これちょっとストックが少なくなってたんでね、はい、ですね。で、そうそう、これ見たら分かる人いるんじゃないかなっていう、こちらです。はい、流儀のインフィニティ、なんだこれ、ブルータルの70っていう、これ分かるかな、とてつもないでかいフックなんですよ。これ聞いた時点であれだなーって分かるね、バサーの方いらっしゃると思うんですけど、あれなんですよね。でっけちょ待って、こんなフックバス食える？マジででかいぞこれ、なんだこれ、ちょっと動画では分からんな、このでかさ、赤みたいにでかいんだが、まあナノなんでね、ほらゲープがこう、ほら多少マシなんですけど、その巨大さで言うとね、でもでかい。そして、はい、70の今度ウェイテッド、ウェイテッドブルータルの70で、じゃあこのフック、こんなん何に使うのよって、もうあれしかないのよ。はい、こちらですね、はい、通称これハンバーグと呼んでます僕はね、巨大ゴキブリでもいいですけど、はい、これお子様ハンバーグぐらいのねでかさあるんじゃねえかなっていうぐらい巨大です。ワゴンみたいなところにバーンってこう入ってました。前も言ったけど、これ売れないんでしょうね。だってこれでかすぎるもん、これ。マジででかいから。あ、ほんでさ、この、でかすぎて、ここのさ、尻尾が曲がっちゃうんですよね。うん、ほら。こういうの皆さんどうやって直してるんですかね。もう、整えて僕はこのまた入れてるんですけど、なんかこういういい方法あるよとかあったらね、ぜひ教えていただきたい。バカ野郎。大量に買ってまいりました。ちょっとこれでかさは出してみる。やばいよこれ、なにこれ、でっけー。ちょっとね、これでなんか釣りたい欲が出てきまして、あ、心折れるかもしれないけれども、また試していきたいなと。で、お前この間買っとったやないかいと、ブルフラットね、僕の動画をいつも見ていただいている方は思ってらっしゃるかもしれないですけど、これ実はね、僕すでにチャレンジしまして撃沈しました。全く釣れない、バイトもないっていう状況で、まあ多分ね、ブルフラットの定番エリアでやってはいるんで、エリアは間違ってないんですよ。だけどバイトがなかったと。まあそれはタイミングであったりね、バスの機嫌っていうところもあるんで、それはしゃあないんですけど、こうスタックしてバーンってこう煽って外したりすると、なんかここのさ、スクリューがスポーンって抜けたりとか、こうスタックしてグイーンってやって外すと裂けたりとか、しちゃうんですよ。ここがね、割れてグズグズになってフックロックできなくなったりとか。で、ライターで騙し騙し使ってたんですけど、ちょっとさすがに限界が来たので、ストックを増やしておいたっていうタイプですね。はい、なんとかこれで1本釣りたい、この巨大なハンバーグで。これ釣れるかな。どでっかい、この色使ってたんですよ、見る、ちょっと見てこれ、スタック外した時にさ、ここがさ、ブリーンって裂けて、んでここのスクリューも外れちゃったっていう、物がでかすぎてさ、フックのこの固定してるところとか、こういうところにかかる衝撃が大きいんでしょうね。
で、このウォーターメロンブルーフレークっていうの、これ僕好きなんで、また追加でね、買ってきた次第ですね。はい。そして、何を思ったか、こう、4パチも追加しちゃうっていう。純白。これまたね、テキサスとか、フリーリグとかそういうので使っていって釣れるんだろうか、これ。僕ね、今ちょっと、恥ずかしいお話をしますと、実は僕、ブルーフラットで一匹も釣ったことないんですね、これ。記憶にない。一回はちょっとブルーフラットで、だってこれもはや定番的な、釣って当たり前みたいなルアーになってるじゃないですか。でも釣ったことないんですよね。なので、ちょっと釣りたいなということで。で、もう琵琶湖なんで 4.8 以下いらんなと。だけでもう 4.8、5.8 でもいったろうかなっていう感じです。そして、押さえに、まあ、いつもの。はい。これもね、ここが裂けちゃったりとかなんかいろいろしたんで、ストックを増やしておいたっていう。これは冬よく使うんでね。食いしぶりパンプキン。これ釣れますよ。はい。もう早速結果出してくれたから、まだ動画に出てないけど。バスグバークンって食ってきたんで、いいやつが。まあこれ追加で。そして、さらにこれ。これがバス系ラストかな。いい色じゃないこれ。ねえ。ウォーターメロンプロブルーっていう。僕が好きな、デスアダーの色と同じなはず。上がプロブルーで下がウォーターメロンっていう、これむっちゃいい色、これ超釣れそう。これをさっきのこれでボトムでこうロールでキラ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 ってロールさせながら泳がしちゃった日にはもうとんでもないビッグバスが来たらいいなっていう願望を抱いてますよ。これね、ちょっと見てみる。おお、いい色。おお、いいよ。すっごい良さそう。ナチュラルで。前もね、紹介したんですけど、このプロブルーっていう色ね、デサーダでもよく使うんですけど、もともとね、デサーダで使ってたわけじゃなくて、あのストレートっていう色で使ってて、めっちゃ釣れたんですよね、それが。そこからハマってしまったっていう。ただ、ホッコでは昔から、琵琶湖ホッコね、ホッコでは昔からね、このプロブルー系っていうのは、有名。よく釣れるっていうことで、いろいろブログだったりで紹介されてることが多かったね、これ。次、ソルト部門。ソルト部門1個だけですね。はい。こちら、また VG。また VG なんすよね、追加で買っときました。はい。まだなくしてはないですけど。VG の16ですね。これ、フックをシングルに変えて、また平鈴木とかね、そういったもので平鈴木シングルでフッキングするかな、ちょっと怪しいけど使ってみたいなと思います。で、前買ってきたこの尻尾アルカリシャットっていうのが、間違ったサイズ買ってきてたんです。1個ワンラグでかいやつ買ってきてたんで、ちゃんと今回はね、この16にマッチするこれにね、はい、75です。これを買ってきました。はい、ね、というわけでこの辺は冬支度。冬支度っていうか、まあ冬の追加品っていう感じですね。はい。そして、スティーズ。はい。これをね、また楽しみながら皆さんにお届けしたいと思いますんで、ぜひ、チャンネル登録してお待ちいただければなと思います。はい。活動を応援いただける方はメンバーシップもよろしくということで。それでは多分次はレビュー動画になるかな、わかんないけど、またお会いしましょう。